日本対ハンガリー、この模様をスタッド・ド・フランスよりお届けしてまいります。解説七海さん、北澤さん、さあ二人今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ両チームのイレブンの入場です。日本国国歌お聴きいただきます。さあ北澤さん、今日は厳しい戦いが予想されるんですがいかがですか。はい、こういった試合はね、結果的にチームにとっても重要になるんですよね。しのぎ合うというかね。はい、楽しみですね。今日はそんな一戦を迎えています。さあ間もなくキックオフの時を迎えようとしています。笛が吹かれてスタートです。今日の舞台はここスタッド・ド・フランス。フランスで開催する国際試合のほとんどがここで行われます。まさにフランスを象徴するスタジアムと言えるでしょう。日本対ハンガリー、エキシビションマッチ。まあ、まずファーストシュートをどっちが打つかですね。きたニア、上がっていくスライディング、パス交換、遠藤、さあ本田へ、さあエリア内に本田圭佑、じっくりと時間をかけましたが決めることができません。しっかりマークつかないと決定的なシーンを作られてしまいますよね。日本が前半始まったところから積極的な攻めを見せています。本田へ、長友、安田、長谷部、ボールはつながらない。これカウンターですよ。ボールは戻り、長友、読んでいた、戻して、長友、読んでいた、ここは一歩及びませんでした。ジュジャーク、バルガ、ファールに遭います。ちょっと距離ありますよね。打った、いやー、ヒヤッとするシーン。抑えの効いていいシュートだったと思いますね。遠藤、長友、こぼれてますよ。駆け上がっていく、ファイナル、ルドルフ、内田が読んでいる、香川、本田へ、3人に囲まれる、こぼれている、ピックアップ、ボールは奪われます。どうだ、ボックスの中に入ってくる、シュートを選択。いや、しかしゴールキーパー素晴らしいセービングでしたね。遠藤、奪われてしまう、長谷部が読んでいる、取られてしまいます。抜けてくるか、さあどうする、
これはオフサイド。ラインコントロールうまいですよね。エンティクはしっかり上げてきますからね。前線長友、長谷部、安田、増えないですね。ウドルフ、フリシキ、少し押し上げたいところですよね。ウツチ、ウドルフ、ジュジャーク、ファールでしょうか。およそ 30m、 直接狙うにはまだ距離があります。直接シュートはジャストミートしています。鋭いシュートでしたね。直接狙いましたけど、ちょっとあの位置からでは難しいですよね。内田、本田へマッチアップ。これはラインを割りました。マッチアップ、さあ内田へ狙う。いや、今のはキーパーを褒めるべきでしょうね。この対処必ず言ってますよね。ここから展開できるか。ジュジャーク、両チームともいい感じですよね。面白い試合になりそうな雰囲気ありますよね。3人に囲まれ引きつけてますね。シュート、必死のクリアです。これはスローイン。ボールを上げる、いいボールですね。ヘッド、日本チャンスを作り出せるか。さあどこ出す。長谷部、本田、囲む、長谷部、通るのか。前田に渡る、前田のシュート、これはオフサイド。微妙でしたけど狙いはいいですよね。ロングフィード、ボールを奪い、ハイナ、華麗なパス回し、入ってますね右サイド。これはヒヤッとしました日本サポーター。遠藤へ、内田、右サイド駆け上がる、パスは通りません。ルドルフ、フリシキ、中盤での激しい攻防、切り込むか。いいでしょ。さあこのパス、さあシュート、これを決めることができません。相手の素晴らしい崩しに一番危険なエリアを開けてしまいましたね。香川、どうだ。非常にプレス早いですね。もう一度、素晴らしい反応、狙ってきましたね。ルドルフ、いい突破ですね。待っていた、ここもチェックになります。ここでファールがありました。リプレー、直接狙えるか。決めれば先制というこのフリーキック、直接狙った。それにしても素晴らしいシュートでしたね。
ういうシーンは緊張感があってハラハラしますね。安田、さあ内田へ、いいパス出ましたね。このパス抜けてきます。どうだ、跳ね返されます、クリアされます。結局クリアボールを拾われることによって相手のペースになってしまいますからね。いいペースですよね。ダイレクト、おっと決められない。ループを少し狙った感じですけどもね、ちょっと当たり損ないましたね。駆け上がる、ここから組み立てていきます。一気に前線へ、遠藤へ、さあ仕掛けてくるのか、長谷部、スルーパス、これは日本ボールです。カットです。さあ抜けてくる、プリシキ、いいボールだ、中央を上げる、キーパー直接処理しました。ワンタッチで入れてきましたね。ちょっと中と合いませんでしたけど面白いプレーでしたね。香川、本田、ピックアップ、さあ長友へ、あ面白い、さあボールが抜けてくる、ボールを上げる、まあ今ちょっと合わなかったんですが、そこからワンタッチで入れてきたというのはいい発想だとは思いますけどね。いいボールだ、ボールは渡るのか、いや、ここは抑えました。戻す、エルメス、さあこのロングボール、オフサイドでしたか。キックはさあどこへ収まる、長谷部、内田へ、うまくかわしてきますよね。長谷部、チャンスだ、さあ長友へ、長谷部、このパス、さあ長友へ、クリア、うわー、フィーだ、どうだ、本田、残ってますね、チャンスだ。ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。ちょっとキーパーと交錯しかけたんで、コントロールミスしてしまいましたね。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。ルドルフ、いやー前出たかったですよね。エルメス、ボールは渡る、ここは通りません。遠藤、前田、これはカットされます。ファイナル、最終ラインまでボールを下げる、ファールです。およそ 30m、 ゴールまではまだ距離があるところ、ゴール、前半終了の直前、日本相手に先制点をもぎ取ります。いやものすごいボールスピードでしたよね。直接叩き込んできました。素晴らしいシュートだったと思いますね。
晴らしいシュートでしたよね。分かっていても反応できませんよね。日本はこの1点の重みをどう感じているのでしょうか。ここまで互角の戦いだったんでね、もったいないですよね。今度は攻める力が必要になってきますね。これは取られます。届くか、ボールを渡る。ここはキーパーしっかりと抑えます。長友、そして今前半終了の笛、ハーフタイムを迎えます。ハンガリーが先制して前半を折り返しています。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつ、チャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあハンガリーがまずは1点先制して後半へと向かいます。後半スタート。日本としてはまだ時間がありますからね、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどね。寄せてますよね。さあパスを受けて、今野が勝る。藤本、中央行けるか。これは誰にも届かない。バルガ、どう展開していくのか。と捉えてしまったか。激しい攻防、左サイド上がっていく。長谷部、藤本、このボール前田に渡る。いや、抜けてきましたね。ここはぶっちぎる。来た。ゴールキックです。ファイナル、フリシキ抜く、スルーパス、パスは通りません。残せるか。後半6分を経過しました。今野、長友、一旦戻す。カバーリング、一瞬左空いてたんですけどね。ジュジャーク、さあ抜けてくる。長友、一旦戻し、長谷部、いい突破ですよ。遠藤へ、ディフェンスに合う。フリシキ、中盤での激しいボール争い。フツチ、どう仕掛けてくるか。上げる、ダイレクトで揺さぶりかけてきたんですけどね、まあアイディアとしては良かったですよね。上げてくる、投げ返されます。ダイレクトで揺さぶりかけてきたんですけどね、まあアイディアとしては良かったですよね。遠藤、さあ右へ預けて、スライディング、藤本、右サイドへ振って、いい展開でしょう。オープンなゾーンだ。
日本ボールになります。香川、長谷部、安田、ファールを取られます。ここは少し距離ありますけどね。上げてくる、そのまま打つ。その前にもあったビッグチャンス、サポーターため息が聞こえます。ループ意識したのかもしれませんけど、もったいないですね今のは。フリーで打たれちゃってますから、もうちょっと厳しくマークに行きたいですよね。フツチ、いいインターセプトですね。ヘルメス、ジュジャーク、ここで受けてスペース出ましたね。いいところ、長谷部の対応。ボールを拾う、さあジュジャークへ。リズムがいいですね。狙いとしては悪くないと思いますね。本日最初のコーナーになります。藤本、遠藤、内田、右サイド駆け上がってくる。後半の17分が過ぎたところです。さあ日本、早く1点が欲しい。ヘッド来た、いい位置に張っていたんですが、ものにすることができません。足のシュートはもちろんヘディングもうまいですね。ドリブルで駆け上がるフリシキ、いいワンツーですね。これは出てしまいます。どのようなボールを入れてくるのか。上がる、まだある、このパス、このパスは届かない。中央駆け上がっていく、どう構築するのか。長友へ、安田、前田、安田、ここで体を入れ替え、これ拾いたい。ちょっと合いませんでしたね。どうする、打つち、バンチャー、素早いクロス、どうだ、キーパーキャッチします。香川、厳しいディフェンス、戻してフリシキ、ルドルフ、長谷部が呼んでいた。中央から内田、速いボール上げてくる、前だ。サイドからいい攻撃ができているんで、フィニッシュの精度を上げたいですよね。今いい形で右サイド突破しましたよね。悔しいでしょうね。ここは決めておきたい時間帯ですからね。戻し、受けます。さあ打てるか。サイドからいいボールが入ってくると危険ですよこれ。これはラインを割っています。ファイナル、ベルメス、バルガ、
このパス、シュート、コントロールできない。しっかりとミートできなかったので枠に飛びませんでしたね。長谷部、長友へ、厳しいディフェンス、上げる、速いボール、さあどうだ。もったいないシーンでしたね。でもまだ少し時間ありますから早く奪い返したいところですね。メンバー交代があるようです。少し体力的な心配もありましたからね。上げる、これは跳ね返されます。安田、遠藤、藤本、安田、シュート、シュート性の高いボールでした。シンプルなパス回しから素晴らしいダイレクトシュートでしたね。相手にとっては非常に脅威ですよね。もう教科書通りのなんか攻撃ですよね。流れるようなパスワークからシュートでした。ジュジャーク、ファイナル、さあどうだ、ボックスの中に入っていく。枠にちょっと飛びませんでしたけど攻撃としては良かったと思いますね。決まってればもうゲームは決まってますよね、これね。長谷部、長谷部、スルーパス、ゴール前空いてますね。突っ込んでいく、まだある。日本としては攻めてはいるんですけど、やはり最後の爪の部分ですよね。いいボールですね。日本としては攻めてはいるんですけどもね、シュートで終わりたいですよね。一旦下げて切り込むか、ボールを渡るか。フォローいいですね。ハンガリーは3本目のコーナーになります。ここでまた選手交代がありそうです。試合の頭から相当飛ばしてましたからね、疲労困憊でしょうね。まあ、疲れての交代だと思いますね。とこぼれている、ボールを追います。ハンガリーボールになります。上げる、行き先は打った、追加点には至りません。しっかり寄せてましたね。いいディフェンスだったと思いますよ。前線出てくる人数が多いでしょうね。1点のアドバンテージありますからね。フィニッシュまでのプレーにゆとりが感じられますよね。ゲラ、抜けてくるのか、抜く、速い寄せです。エルメス通ります。ゴールのところパス触ってしまい、コーナーキックです。どこを狙ってくるのか、どうだ、オフサイドですね。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどね。長谷部、上げる、もったいなかったですね。ほんと最後まで諦めてませんよね。いや勝負どころだったんですけどね。あとワンプレーあるかどうかですね。フツチ、こっからどう出ますかね。
ゲラ、エレク、ディフェンスに合います。さあこのスルーパス、前田に渡る、チャンスですよ。おっとこぼれてる。日本としてはボール運びはできてるんですけど、なかなかフィニッシュまでいけないですね。カット藤本、しかしここでファール。ありますけどもね。時間がどんどんなくなっていくと、ボールはディフェンス硬いですからね、単純にクロスを上げただけではそう簡単にシューターを打たせてもらえないですよね。いいインターセプトですね。どう攻撃を組み立てるのか、切り込んでいく、持ち帰るラツコ、ここでボールをもらいます。つなぐことができない。ここで笛です。ハンガリー1対0で勝利、踏ん張りました。北澤さん、試合の総括をお願いします。ハンガリーとしては前半リードで折り返していい雰囲気で後半に入れたのは大きかったですよね。まあ追加点は挙げられませんでしたけども、しっかり守れてましたし、いい試合運びができたと思いますよ。はい、ありがとうございます。本日の試合解説には北澤剛さん、七海博さんをお招きしてお送りいたしました。いろいろなお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ハンガリーが見事試合をものにしました。